えー、今日のお話は NPV による投資判断というお話です。で NPV っていうのは賞味現在価値ですよね。で具体的に何を指すかというと将来に生まれるキャッシュフローを現在まで割り引いて今期のキャッシュフローと合計するんですね。でそれを使った投資判断という話をしていきましょう。復習として貸借が生むキャッシュフローの NPV というのをやっていきましょう。対借というのは 同じ相手に対して例えば貸し手だったら今のお金を渡して代わりに将来のお金を受け取るという交換ですよね今のお金と将来のお金の交換で等価交換であると今のお金と将来のお金がいくらかっていう等価を計算する際の係数が 1+r 分の1と来期のお金を今期に変換するのはこれだし 1+r にしたらこれ分母と無知ひっくり返したですね単位は。 今期のお金は代金に変換するやつですよね。で、それをかけて、で足すとゼロになるよというのが等価交換の意味ですね。えー、前回やったのはキャッシュフローゼロというのは、代金のお金を今期に変換した等価なの今期のお金を払うというのがキャッシュフローゼロでしたよね。で、それが 確実にお金がもらえる証券の価格でもあるよという話しましたね。で、その結果、どんなキャッシュローが生じるかというと、例えば利率 R、R イコール25%。で、来期の返済額が120だと、120の現在価値は1.25分の120だから、これは96ですよと。ただ、これが10日の今期のお金なんで、 120もらう人は来期もらう人は今期96を払うとつまり今期払うのでこの人は貸してですよね貸して返してもらうよとでその2つの価値が同じなんで、えー、まあ損でも得でもないよと現在の価値でね逆に借り手は今お金を96受け取って今期の96と10かな来期の120を払うとそれがキャッシュフローで で、合わせると0になるよと。だから等価交換だから NPV というのはどちらにとっても0というわけですね。逆に言えばこれ、加藤がプラスだったらもう1人マイナスになりますよね。プラスとマイナス逆なんで。まあそんな場合には相手は断るんですね。NPV がマイナスに人は、あ、俺損じゃんと。じゃあいい,い,いわという,うに断られちゃうので、まあ、交換成立しないので等価交換の場合にはプラマイゼロと。 で次、キャッシュフローが確実な証券の理論価格。これ前回やったやつね。同じく利率が25%の時に、こんなこと考えましたね。保有してれば誰でも確実に来期120もらえるような証券があるとしましょう。まあ、例えば国債とかね。で、その理論価格いくらですかって言ったら、これの120の割引現在価値ですよ、というのをやりましたよね。 つまり百二十を来期の120なんで1.25で割るとまああるいは変換ケースである1.25分の1をかけるでもいいよねそうすると今のお金になるよと96とだからこの2つが10日だから買い手はこの96という120と10日のお金を払って買って来期120もらうと。 売り手まあ例えば発行する人ね国とかは96を今もらって国債発行して来期に120払って償還するとで両者にとって NPV がねゼロですよというものでしたよねでこれ0じゃなかったら NPV プラスになる側の行動がもう大量に行われるんですねまあ例えばねこれ80とかだったらこの NPV プラスになっちゃうね買うときで 売るとマイナスになっちゃうよとただもう無限に買いが入るんですね。あこれ儲かるぞと。で大量に買ってで96まで上がっていくんですねこう。というのも同じ120もらうのでも銀行に貸し出せば96いるところを80で済むわけだから80で買った方が得だよねと。でお金余ってる人はみんな買うだけじゃなくてさらに借金しようという人が出てくんですね。 で120返すために今期96もらえるぞとだから借金して得た96のお金の一部を使ってこれを買いまくってで来期になったら受け取った国債の元本取り払いで借金返すということすれば無限に儲かるよとだから誰でも参加できるようなこの証券の売買ではこれがイコールになるように 人々が行動しますよと。それを裁定とかアービトラージと言いますよという話しましたね。ということで金融資産への投資、まあ、つまり金融取引とかねそういうものは同じキャッシュフローを支払えば誰もが同じ将来キャッシュフローを得られますよね。だから国債をね例えば個人向け国債郵便局とか銀行の窓口って買えば 誰もが同じお金払って誰もが同じ将来キャッシューをもらえるんですね。で上場している株式も同じね誰もが同じ値段で誰でも同じ将来の配当をもらえるとそんな場合にはもしこの NPV= プラスとなるような取引があったらどうなるかというとこの誰でも参加できる最低取引が行われるんですね国際のケースでありましたよね。 でその結果一瞬で NPV イコールゼロになってしまうよとだから結局ですねこの金融資産の取引っていうのは損でも得でもないんですね全ての金融資産には適切な値段がついてるからお得な取引はないってことねじゃあ金融資産以外への投資についてはどうなるかというと同じキャッシュローを支払えば誰でも同じ将来キャッシュローを得られるわけじゃないんですねで例えば工場を作るにしても ある会社が同じ額払って工場を建てればその工場のノウハウとか使ってより高いキャッシュローを得られるわけですね。で誰もが参入ってことはこれ NPV がプラスになって得になるからといって世の中の全ての人が殺到してあっという間にその工場の値段とか上がったりしてね設備の値段が上がったりしてイコールゼロになるとは限らないんですね。 だから金融みたいに誰もが投資できるような機械と違って金融資産以外だと得になるような投資が可能になる可能性があるわけですね。それは最低可能とは限らないからですね。ノウハウがあるからこそ作れるようなものね。でそのノウハウみたいなのを誰もが持ってるわけじゃないのでその人がやれば投資プラスになるけど別の人が殺到したから儲かるとは限らないわけですね。でまあそんな人っていうのは、まあ、人とか企業っていうのは。 利益をもたらすすようなな投資が可能なんですねで今の例だとこの実物投資ですね工場を作って、えー、いいものを作るとかねであと教育投資も同じねで皆さん今教育投資をしてるのかだから今のお金を投入して将来の割増キャッシュローをもらいたいんですよねそれは今学費払ってまた経済的費用で言えばあの機械費用がありますよね 高卒で働けばお金いっぱいもらえるんだけど200万とかもらえますよねですからそれを諦めて大学に学に費払ってて勉強してると。なんでそんなことすんのというと将来大卒分の割増賃金もらえるからですよねですねで。これプラスになるからって誰もが教育に殺到して大学に殺到するわけじゃないのねそれは18歳ぐらいの人が今まで高校まで勉強してきた人が入った時にプラスになるんですね だからなかなか50歳、60歳になって入ってもプラスになるわけじゃないから、50歳、60歳に人がは大学にね、こう殺到して、大学の値段が上がって、プラマイゼロになるようとかそういうことはないわけね。研究開発投資も同じね、企業の知見技術があるからプラスになるわけですね。で、まあ例としては、この人的資本への投資と、つまり教育投資、皆さんが受けてるものね。で、それは、 例えば利率25としましまょう、まあ、話は、ね、シンプルにして、えー、金利何、まあ、で25がいいかっていうとこれ4分の1で計算しやすいんですよね。あので切りがよくなるんであと 1+r は4分の5になるんでまた 1+r 分の1は5分の4になるんでねこのだから練習問題でこの25%ってよく出してんだけど、まあ、それが大きいか小さいかっていうのはそんな需要じゃなくて。 発数計算しなくていいようにしたいのね。だからね、あの、計算するとき、1.25分の骨やららってやるときには、5分の4か ?5 分の4かける骨やららにすれば、骨やららにしたら計算しやすいかもしれないね、電卓とかで。利率25%の人的資本への投資を考えましょう。例えばですね、この今、80の価格で大学教育を買うとしましょう。 それがね時点ゼロ今、t=0。そうすると、将来 t=1。t ってタイムのことね。まあ、時点でよく t って使いますけども。で将来、時点1で120の所得が増えるとしましょう。80、大学教育買わない場合と比べてお金は減るんだけど、代わりに高卒と比べた割増賃金として120を来期にもらえますよと。そうしたら、これは得ですかというと、 これ来期の1.25で,で,、ね、で割って利率25なんでね。で引くとこれ96ですよね。ですんで96ですんで、えー、引いたら16ですよと。でプラスですよと。ということで、えー、あなたは16を今獲得可能という話なんだけどなんだあなたは今獲得可能ちょっとこれ意味が分からん。 と思ううううかかもししししれまませんがそういう話をしっかりしていきましょ NPB プラスだとお得だよって言ったんだけどこの16点何ですかという話をしてだから NPB がプラスだと投資した方がいいんですよという話の根拠を今日説明していきましょう。ということで今日やることをまとめるとまずですね設定として利率 R で何円でもまた何期間でも 貸しもできるし借りもできるという状況を考えましょうそして投資機会に投資すべきかどうか、まあ、投資機会っていうのはねさっきみたいに工場を建てるとか大学教育行くとかねこれに参加すればお金払って参加すれば将来いくらもらえるよっていうまあ皆さんが直面する選択肢みたいなものね投資の選択肢でこれにすべきか投資すべきかどうかっていうのはそのキャッシュフローの NPV を計算しましょう で、それがプラスだったら投資すべき、マイナスだったら投資すべきでないと。そういうふうな判断ができるということを、具体的な例を使って考えていきますね。で、まずは、キャッシュフローが1期間だけ発生する場合と。まあ、これ一番シンプルなのね。今お金払って今帰ってくると。これは金融とかいらない話なんだけどね。じゃあ今度は2期間になると、今と来期は出てきます。今のお金と将来のお金はまたぐ金融の話が出てくるんですね。で、どう変わるかと。 そしてじゃあ3期間以上になったらどうなるかというのをそれぞれ順番に考えていきましょう。じゃあまずは、キャッシュフローが1期間のみ発生する場合の投資の判断と。だからある資産を買ったら即座にリターンが返ってくるのね。お金が返ってくると。で、順番にいきますね。当たり前すぎる話から順番にやっていきましょう。で、まず、コストゼロの投資機会と。で、これ何かというと、 こんな投資機会に投資できますよ。あなたは投資すべきですかと。で、どんなのかっていうと、こんな美味しい話あったらいいよね。今、お金を全く投入しません。なのに、今、20万円が確実に回収できると。これ、現在のキャッシュロー、キャッシュローゼロ計算しますと、今、20もらえますよね。で、マイナスゼロと。これね。っていうことで、プラスですよね。で、NPV っていうのは、で、まあこれ、だから、来期以降全部ゼロなのね。これゼロと。 これだけ残ってるわけでキャッシュローゼロは20でこれはプラスなんでこれ投資した方がいいに決まってますよねじゃあまあこれ当たり前だとじゃあ次行きましょう今度は次のような投資機会がありますよと今度はちょっと話がさっきより複雑です今100万円投入すると今120万円が確実に回収できるとこんな投資機会には皆さんは参加するべきでしょうかと で、これはね、投資した方がいいに決まってますよね。今、100万円投入すると、今、120万円が確実に回収できるよと。いうことで、これ、プラス20ということで、これはもちろん投資した方がいいよね。これ、1個前と同じってことだね、実質的に。確実に何もしないで20回収できるっていうのと同じですよね。だから、ま、実質的に同じ話ですよと。じゃあ次。今度は逆に当たり前だけど、投資するのが、えー、そんなわけですね。 で、次のような投資機会に投資可能な場合投資すべきですかと。今4万円投入しても、確実に全く回収できないと。こんなんするばかりいないですよね。これ投入すると、キャッシュローマイナス4なんで、マイナスなんで、これ損ってことね。だからこんな投資するべきじゃないの。当たり前ですよね。じゃあ、ちょっと話を複雑にしましょうか。じゃあ、今度は、今100万円投入すると、 今確実に96万円が回収できると。こんな投資すべきですか。で、投入すると100万円払って即座に96万円もらえますよと。で、そうするとマイナス4なんで、これマイナスですよね。だからこれも投資しないのがいいに決まってますよね。だから実質的にね、これは、これ1個前と同じってことね。どっちも今確実に4損すると。いうことで、だから1期間の倍簡単ですよと。 だから単純に NPV っていうのは今のキャッシュローのことだから、これがプラスだったら投資すべきだし、マイナスだったら投資すべきでないと。このルールで大丈夫ですよね。じゃあ今度は2期間の形成行きましょう。で、2期間のみ発生する場合の判断。で、まず準備として、今度は期間が変わってくるんで、2期間あるんで、その2つの期間のキャッシュローを比べなきゃいけなくなってくるんですね。で、こんな設定考えましょう。同じく利率25%と。 次の2つどちららかもらえます。今期 t=0 に96万円もらえるか、来期 t=1 に120万円もらえるかと。で、金利25%でいくらでも貸し借りできる場合には、どっちもらうべきですかと。ちなみにこの96っていうのは、これ120を割り引いたら96になるということで、だからこれ、現在価値同じなのね、この2つ。今の96は、 リリース25%でいくらでも可視化できる場合にはねじゃあこの時に次の2人それぞれどっちもらうべきですかというのを考えてみましょうか一つはもうどうしても今お金が必要ですよとでも別に来期になったらお金いりませんよとこんな人どっち選ぶべきですかねでまた今お金いりませんよとでも来期になったらお金必要なんですよと こんな人、どっちもらうべきですかね。で、これね、どっちの人にとっても、どっちでもいいっていうのは答えです。利率25%で貸し借りできる場合にはね。なぜかと。例えばですね、来期どうしてもお金が欲しい人いるとしましょうか。例えばね、この人。別に今期お金もらってもいいんですよ。今期本当はいらないのにね。なぜかって言ったら、 今期もらう九十六万円を。金融市場で、来期の百二十万円に変換できますよね。どうするかというと、来期お金が必要な人ね。この人は今九十六万円もらうと。これキャッシュローね。ゼロ金に九十六もらって、一金に。ゼロもらえないと。で、これを。もらっといて。即座に銀行に預けましょう。 そうすると、財布の金増えませんよね、別に。もらった額をそのまま預けに行くんでね。だけど、来期銀行行ったら120引き落とせますよね。で、これ、1.25倍ね。利率25%なんで。で、引き落として120もらうということで、別に来期お金が必要な人であっても、別に今期96もらってもいいのね。ただ、どっちもいいのね。今期96もらってもいいし、来期120もらって、そのまま。 貸し借りしないで使ってもいいよね。ということで、これ、どっちでもいいんですよね。で、また、じゃあ、こんな人。今お金が必要で、来期お金いらない人。こんな人、別にね、来期お金もらってもいいんですよ。まあとでね、今期もらってもいいし、来期120もらってもいいんですね。どうするかっていうと、これ、来期120もらいますよね。で、でも、今お金必要だと。 だったら来期120もらえるんだから、それを返済の当てにして今お金借りるんですね。でこれ10日でしたよね。10日。だから来期120入ってくるんだからそれを返済に当てようとしてで銀行行ってお金借りるんだね。で10日の額96でしたよね。だから96もらってで来期になったらもらったお金を返済に当てると。 ということで、これ96に変換できましたよね。ということでね、これ10日な時点のことなるお金。それはね、どこでもらってもいいんですよ。全部ね、変換できるから。金市場でね。というのはわかりましたかね。もらうお金はね。じゃあ皆さんね、例えば、大学卒業祝いでお金持ちのおじいちゃんがいるとして、まあ、120万円もらえるとしましょう。そしたらこれ使えばどうなりますかね。そしたらね、皆さんね、高校生でね、入学が決まった瞬間に車買えるんですよ。 分かります大学に入ってすらいないのに大学の卒業祝いの車を高校卒業時に買えるんですどうするかっていうとおじいちゃんからもらう120万円の卒業祝いをあてに今借りるんですよ96万円でそれで軽自動車買おうかほんで卒業したらカーローンの返済に充てるんですね ってことこで大学に入ってすらいないのに大学卒業祝いを使うこともできるというのがこの金融市場ですね。まあそれが倫理的かどうかっていうのは置いといてね、一応物理的に可能ですよね。まあただね、その借りる分、利率がつく分、普通自動車から軽自動車になっちゃうけどね、まあそういうことができるってことね、もらえる額はいつでも変換できますよと。じゃあこれ、払うお金も同じね。えー、次のどちらかを払わなきゃいけないとしましょう。えー、今期100万払わなきゃいけないと。それか、来期125万円払わなきゃいけないと。 ちなみにリリース25としましまょう。つまりこの2つ10日なのねどちら選ぶべきですかとどっちか払わなきゃいけないのね、まあ、今払うか延滞料をつけて来期125払うかとで例えばね今お金がなくて来期にお金がある人とこの人どっちがいいですかねでこれ何も考えないとシンプルなのは今お金がないから来期125払おうと思うかもしれませんが別にこっちでもいいのね どうするかっていうと今、100万円払いましょう今お金ないんだけど100万円払いましょうどうやって払うかっていうと金借りよう金借りてそれでそこで払いましょうでこれでさらになりましたよねで借りたお金をそのまま渡したんで手元のお金プラマイゼロねで来期になったら返済するよね120万円。 来期お金余ってるんでね。ということでこれ今期の支払いもこの今の借り入れでその支払いを終えて来期に払う返済するということで来期の支払いに変換できますよね。また今お金あって来期お金がない人でも来期払ってもいいのね。どうするかっていうと来期払うんだけど今お金余ってるのに来期払うんだけどどうするかって言ったら今お金を貸すんですよね。 余ってるお金貸して、銀行に返してもらって、で、返してもらった額をそのまま払えば、プラマイゼロにできますよね。来期は。で、今期は、余ってるお金を払うんですよね。今余ってるお金は、だから貸すって感じかな。貸して来期に利子がついたら、それで払うと。いうことで、返還できるわけですよね。ってことで、この数値例から言えるのは、利率 R でいくらでも対策できる場合には、 どの時点のいかなるキャッシュフローも、もらう場合も払う場合もね、それと対策を組み合わせることによって、別時点の等価なキャッシュフローへと変換できるというのはわかりますよね。これが金融市場のね、便利なところなんですよね。例えばね、皆さんが奨学金払ってんのは、これかなだから。今、学費払ってますよね。で、今お金ないけど、 将来お金あるんですよね。大卒給料もらうから。で、大学に100万円払いますよ、と。で、どうするかっていうと、奨学金借りんですよね。奨学金借りて、奨学金借りた額をこう払って、今プラマイズロと。で、大学卒業しました。給料多めにもらいますよ、と。そしたらこの奨学金会社いいよね。ということは、本当は将来大学に学費払いたいんだけど、まあ今払わなきゃいけないから、金融市場を使って、 変換してるんですよね。実質的に将来の支払いに変換してるんですよ。学院の支払いを。っていうのがこれ、皆さんやってることね。だから支払いを、時期を変換できると。移動できるわけですね。で、さっきの方は、もらう時期をこう変換してるんだね。これは。もらう時期を移動してるということですかね。ってことで、で、あとですね、準備の補足しましょう。じゃあこれ同じように、どっちでもいいよって話だったんだけど、まあ、今度はね、 どっちか得になるケースね。このケース設定としては次の2つのどちらかもらえるとしましょう来期に150万円もらえますよと今期に96万もらえますよとでちなみにこの150万っていうのは来期の150万は今期の96万と等価ではなくて利率1.25なんで割引と120ですただ今期の120と10日なのね ならこれ、今のお金で測れば、上側は120だし、下側96ね。どっちもらうとしましょうか。しかも、これはですね、今お金がどうしても必要なんですよ。どっちもらえますかね。今お金が必要なんだけど、もらいたいのは、来期のお金大きくて魅力的ですよね。ですが、今お金が足りないと。どうするかって言ったら、こっちもらうんですよね。 で、今どうしてもお金必要ならどうするかって言ったら、これをですね返済の当てにして借金するんですよね。で、その借金で暮らして、返済は来期多めにもらうお金で払うと。そうすると、今96もらうよりも得ですよという話ね。で、これやってみると、どうするかっていうと、NPV の大きい t=1 の150の方うもらいましょう。で、これを返済の当てにして、銀行行って借りましょう。150はね。 150借りると10日なのは120です。これ1.25分の1ね。ってことでこれやった方が150を来期もらっといて借り入れで今のお金に返還すると。だから返済の当てにしてね返済の当てにしてこれ返済の当てにして今お金借りて120をもらえばただ今96もらえるもいいですよね。 ということで得ですよね。来期は同じと。ただ、今96もらって来期ゼロよりもゼロと比べてこの2つ組み合わせれば来期は同じですよね。これは引き分けと。で、こっち見るとゼロ期見るとこっちの方が大きいですよね。ってことですね。これ何が分かるかっていうと異なる時点のキャッシュフローを比較する際には誰もが NPB を一旦計算しておいて 大き、OK、い方い、OK、もらっとけば今必要な場合であってもね将来お金が必要な場合であっても関係なく変換できますよね金融市場でだからこの NPV による判断っていうのが大事なのね結局今お金が必要だからって言ってまあ金融市場が全くなかった過去だったらともかく金融市場が自由に使える現在は賞味現在価値で判断して大きい方もらって で、必要な時点が、まあ、人によって違うかもしれないけど、それは金融市場で変換するばいいのね、時点を。というのが、ここからわかる準備です。ということで、じゃ準備をおしまいにして、今度は、じゃいよいよ2期間の投資の判断しましょう。で、答え言うと、また、NPV がプラスだったら投資すべきですよという話なんだけど、なんでかっていう話していきますね。で、まず復習として、じゃ二2期間の場合の NPV の計算の仕方、先行きましょう。今期にお金を投入して、 第一期に回収する投資を考えましょう。で、生じるキャッシュフローは、キャッシュフロー0とキャッシュフロー1ですよね。NPV は、キャッシュフロー0ロ足す、第一期のキャッシュフローの割引ですよね。割引と値と。ここの場合には投資なんで、まあ、設備投資とかね、教育投資とか。今のキャッシュフローは、マイナスね。今お金を投入して、第一期回収すると、プラスと。いう設定ね。ここで、 二つの投資機会がありますよと。で、それぞれ投資すべきですかどうかというのをやっていきますね。どちらも100万円今お金を入れる必要があります。で、まずですね、選択肢1、投資機会1。今100万円投入すると、来期に120万円が確実に回収できるとしましょう。これ投資すべきですかね。利率25%。 これ見ると20万得するなと。投資した方がいいなと思うかもしれませんが、NPV を計算すると、今期の100、今期百出てきます。来期120もらえるんだけど割引きます。割引くと、これさっきから計算してる値で96なのですね。ってことは、今のお金で言えば今100払って今九96もらうのと実質的に同じだよと。だから4損するのと同じだよというのが、 ここの結果で、だから投資すべきではないという結果になるんですね。で、それをなぜかというのを説明していきますね。一方で、100投入して150確実に返ってくる場合には投資すべきですよとはなぜなら、150を1.25で割り引いたら120になって、100払って120もらえるんで、今20もらうのと同じだよ。だから投資するの方がいいよという話なんだけど、じゃあそれなぜかという話をこれらやっていきますね。で、まずですね、これ上の方行きましょう。 なんでこれ投資すべきではないかと。投資すると100払って来期120もらえんだね。で一見すると20儲かってるように見えるんだけどこれじゃあ来期の回収額120を借り入れによって変換しましょうつまり t=0 の回収額へと変換しましょうそうすると120と10日のお金っていうのは96ですよねと。でそれはまさにねこれ計算してるのね。100 お払うんだけど、来期のお金は120は今の96ですよと。10日ですよと。たらもう足せるんですよね。ですから、来期の120と10日なのは今の96ですよ、金融市場だよね。ってことは、来期の回収額120を借り入れによって今の回収額へと変換しましょう。つまり、もらえる時点を移動するんですよね。つまりですね、まあこれ何やってるかっていうと、今100払って来期120もらえると。 もう来期まで待つのまどろっこしいから、今のお金に変換しましょう。120もらえる額を返済の当てにして銀行に行ってお金借りましょう。これ返済するよと。そうしたら、今貸してくれるの96ですよね。ってことは、今銀行から96借りて、もう投資100必要ですよね。ってことでこれ4損してるんですよね。ってことでね、これ、 時点ゼロに4を失うだけのキャッシュローと同じなんですよね、これは。っていうのも将来のもらえるお金を今に変換しても投入額に満たないんですよね。ですから、これは実質的にはこれと同じだって話なんですよ。100万円投入すると、これはさっきと同じね。さっきは来期120回収できるって話なんだけど、これは今96確実に回収できるって話ね。 ただね、これと同じだっていう話なんですよね。で、実際に今期いくら確実に回収できる額に変換できるかというと96日しかならないですよね。ですからね、これと同じだと言うんですよね。で、マイナスだから投資すべきではない。まあ、これは皆さん納得してますよね。さらに言えば1個戻って、これと同じだって言うんですよ。今期ただ4万円失うだけ。と、理屈上は同じだっていう話ですよね。 で、実際、そうなりますよね。実際、変換すると、ただ、今期4万失うだけですよね。ということで、これはですね、投資すべきではないんですよ。4失うだけなのと同じなんですね。今のお金を4を失うだけなのと。120大きく見えるけど、それは来期のお金なんで、今4を失うのと同じだよという話なんですね。じゃあ、今度150のケース行きましょう。こっち側のケースね。 来期に150もらえますよとそれを借り入れによって t ロの回収額に変換しましょうそうすると1 5 0一1 2 5で割り引いて120になりますよとですからこの150を今期のお金に変換しましょうまあ銀行行ってね例えば来期150もらえるんでそれで返済しますんでお金貸してくれよって言ったら120借りれるのね ていてことで今のお金になりましたよと。で、差し引きするとプラス20と。ならこれはね、いいんですよね。t コール0に20もらうだけのキャッシュローと同じなんですね。変換すると。ならこれはいいんだけど、さっきの120もらうじゃダメなんですね。この話をさらに戻っていくと、これと同じですよってやつね。さっきやったスライド11ね。今100万円投入すると、まあこれはさっきと同じね。来期、 150万円なんだけど、これ来期120万円もらえるのと同じですよと。だから、この来期の150は今期の120なんで、で、今100払って、今120もらえるのと同じなんですよと。だから20儲かるよね、というのと同じと言えるし、さらに単純化すれば、さらに1個戻って、ただ20もらえるのと同じですよ、というのが、 この時点を移動して今のお金に直した時の NPV での判断なんですね。で、ちょっとね、納得いかないかもしれませんが、他にね、3種類の方法でこれをね、制度化するのを後でやってきますんで、だから20もらうだけのやつと10なんですよ、と。ということで、結局ですね、NPV って何かっていうと、今受け取る額に直したらいくらもらえるんですかっていう額なんですね。NPV と同額の今のお金っていうのを実現可能なんですね。 ここの投資実行に借り入れ組み合わせることで、実現可能なんですよでこれさっき数字入れたけれどもこの、この話でしたよね。今、キャッシュロー0を投入して、これマイナスね。で、来期、キャッシュロー1もらいますよと、プラスと。で、じゃあ、このキャッシュロー1を今に変換しましょう。どうするかっていうと、これを返済の当てにして、こう、投資家の回収額で返済すると。で、これを返済の当てにして、今お金を借りられるとすると、いくら借りられるかっていうと、 これにたすすす分ののををかけたももででよねねそれれらうんです、ね、これ払う場合にはこれをもらうってことになりますんでだから返済するってことはね今借り入れるってことですよね符号を変えると。ってことでここ今借りられる額はこれになるわけですね。これを返済のあてにしてね。で来期はプラマイゼロになるよと。 投資からの回収額で借金返済しますよと。じゃあ今お金いくらもらえるかっていうと、来期もらえる額を今に変換するとこれになるんで、投資のキャッシュロー、まあ、投入額と合わせると、足し算するとこれですよね。単純に足しただけね、この、こいつがここで、こいつがここね。これってまさに NPV の式ですよね。ってことで、これ NPV って何かっていうと、 もらえるキャッシュローを今に直したら、今に対策で変換したらいくらになるかと、つまりいくら今もらうお金と等価かというのが NPV なんですね。ですから今お金もらえるだけだったら投資すべきだし、今お金払うだけなんだったら投資すべきでないってことになりますよね。ですからこの NPV の符号で判断できるんですね。プラスかマイナスか。プラスだったらただもらうのと同じですよ、その投資は。 マイナスだったらただお金払うのと同じですよ。ということになんですね。ということで、それをまとめたのがこれで、NPV による投資判断というのは、NPV がプラスって何かっていうと、今お金をもらうだけのキャッシュローに、まあ、しなくてもいいんだけど、しようと思えばできますよね。金融機関とのね、貸し借り使えばね。まあ、借り入れるかな、この場合には。だからこれ投資すべきなんですね。で、逆に NPV がマイナスだった場合、 これは変換すると今ただお金を払うだけと同じなんですね。ただ4払う投資なんてすべきじゃないって話でしたよね。それと同じだよという話なんですね。だから投資すべきでないというのが NPV の政府で投資判断することの正当化する理由なんですね。納得したような納得してないような、騙されたような気がするかもしれませんので、じゃあ別の3種類の方法を使って、さらに皆さんを説得していきましょう。で、これ今のお金に直してと思うかもしれませんが、 来期のお金に直してもいいです。さっきはね、来期をプラマイゼロにして、今期いくらでしたかって話ですよね。じゃあ今度はね、今期ゼロにして、来期のお金に変えましょう。NPP これマイナスの投資。例えばね、さっきの100今投入して、来期120返ってくるよという話いきましょうか。で、これ支払いを来期に変換することもできるって話しましたよね。だからこの100をですね、今100投入しなきゃいけないんだけど、 借金100で賄いましょう銀行行ってね。投資したいんで100投資したいんで今お金ないんで貸してくださいよと。100借りましょう。で、じゃあいくら返さなきゃいけないかっていうと1.25倍ですよね。だから125返さなきゃいけないということで今投入する必要の額を銀行からの融資で賄いましょう。じゃあ返済できるかっていうと来期120返ってくるんだけど借金は125に膨らんでますよね。 ってことはこれ、足りないんですよ。ってことでこれ、来期5損してるのと同じなんですね、これ。さっきはね、今期4損してると同じって話したんだけどね、来期0で、これですね、来期5損してるだけとも言えるんですね、今期0で。まあ単純にこれ1.25倍なんだけど、えー、だからね、これ投資すべきでないと。いうのは納得できましたかね。100は120になるような投資だっても、それを投入を借金で賄ったら、 借金がもっと膨らんでるから割に合わないんですよって話ねだから NPB がマイナスの投資っていうのは来期のお金を失うと言ってもいいですよとさっきはね今期のお金を失うって話したけど来期のお金を失うと言ってもいいですよとまた儲かる場合は100投入して150返ってくる場合ね100投入して150返ってくるんだけどこの投入借り入れでも買えないなしましょう銀行行行ってねで100借りて 返すのはさっきと同じ1.25倍ね、125。でも今度の場合さっきと何が違うかっていうと、この投資からの回収額で借金返済できますよね。で、手元に25余りますよね。ってことで,ですね、これ、来期25もらうのと同じなんですね。今期ゼロで来期25もらうの。これと等価なんですね、このお金を返還することによって。ってことで NPB がプラスの投資っていうのは、来期にお金を獲得するのと同じなんですよ、と。だから投資すべきなんですよ、ということですね。 さっきはね、これが20でしたね、こう20。これ20。同じやつね、100投入して150返帰ってくると。で、これね、こっち揃えて、こっちゼロにして、こっちいくらっていう話すると20なんだけど、こっち揃えて、こっちいくらって話なんだけど、これさっき20だけどね、これ1.25倍になってるんですね。ということで、やっぱり投資すべきなんですよ、ということで、納得しましたかね。NPV がマイナスの場合には投入すべきではないし、プラスの場合には、 投入すべきですよと投資すべきですよという2つ目の説得方法ですじゃあ今度しつこく3つ目いきましょうまだ納得しないかという人のためにこんなやり方もあります例えばですねお金余ってる人いるとしましょうこれ NPB マイナスの投資ね100払って120回収すると今余っているお金が100ある人がいたとしましょうどっちがいいですかと選択肢2つ 100をこの投資機関に投資するかあるいは貸すかとで貸した場合には1.25倍で125返ってきますよと一方投資すると100投入してこれの場合1.2倍なんだけど120ですよとどちらも今のお金は100投入するので変わらないんだけどねこの余ってる人はね 帰ってくる額は投資して120もらえるよりも返済125五受ける方が得ですよね。だからお金が余ってる人はこんなの投資すべきではないですよと。貸した方が得ですよと。貸し出しと比べて投資したら来期5もらい損ねるんですよと。マイナス5と。だから投資すべきではないですよという風になるし、マイナスの場合にはね。プラスの場合には お金が100余っている人っていうのはどっちですかと。どちらも100投入します。投資も貸し出しも100円今払いますよと。で来期になると投資はこれ150の場合ね。150もらえるんだけど貸し出しは相変わらず1.25倍で125。だから貸し出しと比べて投資すると25得ですよと。ここからこね。プラス25ということで得なのでこれだったら投資すべきということなんですね。 これでちょっと納得しましたかね。来期、同じお金が余ってる人であっても、来期、どっちが得かっていうと、貸し出しの方が得になっちゃうんで、負の場合にはね。だから投資すべきではないし、プラスの場合には貸し出しより得なんで、投資すべきですよってことになると。まだ納得してない人のために、じゃあ今度4番目の説得をしてみましょうか。同じく t、t イコールロに余ってるお金が100あるとしましょう。で、投資する場合には、 今100投入して来期120ですよね。まあこれは損する投資の方の条件ね。NPV が0よりも小さい場合ね。でも貸借の場合に同じ120引き落とすにしても今いくら預けなきゃいけないですかって言ったら96でしたよね。これは1.25分の1倍ですよね。だから将来同じ額をより少ない額の投入で 開始できますよね、貸し出しの方が。だから同じ額もらえるんだったら、今渡す額少ない方がいいですよね。で、この場合には、投入だと100いるのに、120もらうためにねえ、投資だったらね、投資だったら120もらうために、来期120もらうために、100払わなきゃいけないんだけど、貸し出しの前96で済みますよね。ってことで、投資っていうのは4、るのと同じですよね、今。だから投資すべきではないということになるし、 今度は NPB がプラスの場合の投資を考えましょう。この場合150のケースね。この場合には同じ150回収するにしても、貸し出しの場合には、かける1.25分の1で120払わなきゃいけないんだけど、投資の場合には100で済みますよと。だから同じお金を回収するにしても、 この投資は貸し出しよりもより少ない投入で回収できますよと、えー。同じ額を回収するにしてもより少ない額で済みますよってことかな、今。だから、これの場合には今20得するのと同じだから、まあこれが NPV なんだけど、えー、だから投資すべきですよと。いうことで、納得してくれましたかね。NPV を計算して、それがプラスだったら投資するのが得。マイナスだったら投資しないのが得と。いうのが、まあここで。 え、説明したことです。じゃあ今度はですね、これ2期間納得してくれたとして、じゃあ3期間も同様ですよって話ね。3期間の場合も、まあ以上でもいいですよ。えー、4期間でも5期間でも。例行きましょう。利率0.1。キャッシュフローが今期100投入したら1期後、 20帰ってきて2期号に120帰ってきますよと。で、この NPV、利率が0.110%だとどうなりますかというと、えー、NPV はこの式ですね、3期間の場合には。ここ突っ込めへのね、ここに。で、入れると、これになりますよと。計算しましょう。そうすると、 NPV が17.35という額になりますよと。で、これプラスですよね。で、これ投資すべきですかと。言うと、まあ、これ当然ね、投資すべきってことになるのね。NPV がプラスだと投資すべきと。で、なぜそれが投資すべきなのかというのを考えましょう。で、やり方としては同じく、将来のこのキャッシュフローを返済のあてにして、今、いくらもらえるかという話を考えましょう。これはね、日期間。 で、それを計算すると、まずですね、来期の20を返済の当てにして、今いくら借りられるかというと、20÷1.1 ね、まあ、ここから1.1分の1ね、利率10%なんでね、これをまあ政府逆にしたものがもらえると。で、また、それと、 再来期の120を返済のあてにしていくら借りられるかと。で、これ120を2期間で割り引きましょう。で、こうポンポンと1.1.1 1. 1分の1を2回かけるのね。それが今借りられる額ですよね。これらを返済のあてにして。で、式で書くと、来期の20を返済のあてにいくら借りられるかっていうとこれですよね。20割る1.1と。 で2期後の120だったら1 2 0一1 1の事情ですよね。でそれを合わせたものが今まとめて借りられる額ですよね。それがこの額になります。だからこれはですね、このセット、セット交換やりましたよね。リンゴとみかんのセットとメロン交換しますよって話やりましたよね。でこれと10日のお金がこれなのね。 だからこれを返済するんだったら返済の当てにして今いくら借りられるかっていうのを出せますよね。その式はこれで現在価値に直してその額を借りられると。いうことでその額いくらかというとそれが117.35ですね。じゃあ今いくら得られるかというと差し引きで17.35と。ただこの投資っていうのはただ今17.35五もらうのと同じなんですね。 で、来期以降はプラマイゼロね。投資から回収した額を返済に充てておしまいと。ということで、これはですね、得する投資なんですね。この額っていうのは、投入額100よりも17大きいと。17.35だけどね。17大きいと。だから、投資すべきだということになるんですね。ただからこれはただ今17.35もらうだけと同じというわけね。 これが3期間の場合の投資判断で、同じように金融資場を使うことによって、将来のキャッシュフローを今に変換できるんですね。将来もらう額を今に変換できるって話しましたよね。卒業祝いを入学前に使うとかね、そういう話ね。それをして今の額に変換してるんですね。このところは。じゃあ、それを、この数値例じゃなくて、より一般に文字でやってみましょう。で、同じことを控えただけね。今期キャッシュフローゼロ。 来期期キキャャッッシシュュロローー1、再2で、そうしたときに NPV はキャッシュロー0足すキャッシュロー1の現在価値足すキャッシュロー2の現在価値ですよね。で、この額になるのでこれがプラスかどうか判断すればいいよと。プラスだったらどうすべきですよとなぜかというとキャッシュロー1を返済のあてにして今お金を借ります。これ返済するのね。 でいくらら借りられるかっていうとうそれにたす R 分ののをかけたものですよねそれがこの部分ね。そして再来期2期後に回収額を返済のあてにして今いくら借りられるかというとそれに2期間前だから 1+r の事情分の1をかけたものを今借りられますよね。それがここですよね。 で、セット交換なんで、それぞれの10日の額を今、合わせた額をもらうんですね。プラスで。これが今借りられる額です。つまり、将来のもらえるキャッシュローを今のお金に変換した額ですよね。金融資料を使って変換した額と。じゃあ、今期0期、差し引きでいくら儲かりますかというと、この2つを足したものですよね。足したものなんで、 足すとキャッシュフローゼロ足す1期号の回収額を返済のあてにして今もらえる額これと最後に2期号の返済額を返済のあてにして今受け取れる額とで足してみましょうと足したこのオレンジのこの額がこの投資から得られるキャッシュフローを今の額に直した額ですこれってまさに これですよねということで、この NPV で3期間の場合も判断していいんですね。で、この NPV というのは何を表すかというと、そのキャッシュローを今の額に金融資料を使って変換した場合にいくらもらえるかですね。ですから、これがプラスだったら投資すべきということになるわけですね。さらにね、これ今お金いらないよと、1期5にいるんだよって場合ね、この額に 1.1倍したらね、まあ、1たすあ倍かこの場合にはある場合したらこの額にもらうということにね変換できるしねまあそういうのもできますよって話ねさっきやりましたよね0期にもらうんだったら20の得だけど195にもらうんだったら25の得になりますよとかね1.25倍ですよって話やりましたよねそれと同じで、まあ、別に今いらなくてもいいのね今の額に直したらプラスかどうかの判断なんだけど それがプラスかどうかっていうのは1期後にも当てはまるしね1期後に変換しても当てはまるし2期後に変換しても当てはまるしというわけですね。ということで今日のお話まとめると金融資産の NPV っていうのは基本的にゼロです10日交換なんでねでそうじゃなかったら誰もが参入して NPV プラスになる側の取引にみんな殺到するんですねでその結果値段がプラマイゼロまで変わっちゃうとそれが最低ですよという話でそれが 株価価ととか債、ね、格でも前回やっように成りた一方で金融資産以外の投資っていうのはそうとは限らないですよとなぜかっていうと、まあ、その人得意のねこれまでに勉強した18歳の知識っていうのがあって初めてそこに大学教育を投入したら回収できるわけですよねだから誰もが金融資産と違ってそこに大学の学費投入したら同じ額回収できると限らないわけですよねだから最低が働かないんですよ誰もが殺到して値段が上がるまで殺到するってことはないわけね また工場を作る場合も同じでその工場のこれまでのノウハウがあるからこそ同じ工場を作ってもよりいいものよりおいしいものを作れるというわけで誰もがその工場を建てたら儲かるというわけではないから人は殺到してその産業で儲かなくなるというわけではなくなるのねまあ誰でも参入できるような工場だったらそれに近くなってくる,くるけどもねノウハウが必要ないような単純作業のようなものだったらねですからそうじゃないものは、えー、n p b がプラスであるような投資が可能ですよと でじゃあその投資すべきかどうかっていうのはどう判断するかというと単純に今期の投入と来期の回収の引き算じゃいけないのねそれ単純に引き算してるのは何してるかっていうと今期と来期のお金をそのまま引き算してるんですよねで今期のお金と来期のお金って別のもんなんで単純に足し算引き算ができないんですねだから来期のお金は今期のお金に直さなきゃいけないとそれが現在価値という話でしたねそれをやんなきゃいけないよという話で じゃあそれをやった結果が NPV なんですね。将来のお金を今のお金に変換した時それはプラスですかマイナスですかというわけですねで金融市場が発達しているというか誰でも使えるような世界ではどの時点でお金をもらってもいいんですよねそれは今お金をもらうことに変換できますよねだから大学卒業祝いを大学入学前に使うことも可能ですよって話しましたよねまた支払いも別の時点に移動することができますよと でその仕組みを使って将来の投資が生む将来のキャッシュフローを今に直しましょう今のお金に変換しましょうそうして合計したのが NPB でしたよねだからそれがプラスなんだったら結局将来のお金を今に変換した時に結局お金もらえんのと払うのともらえる場合にはプラスになるから投資する方が得ですよとマイナスだったらただ今お金払うのと同じだから投資すべきじゃないですよという判断ができるんですね というのがこの NPV の政府をもとに判断すべき理由なんですね。ということで、えー、今日の話はおしまいで、金曜日の課題の締め切りは、ちょっと早めに、えー、あ、今日の締め切りは同じね、金曜日。で、金曜日の課題はちょっと早めに締め切って、ほんで、政党の動画を上げますので、それを見て試験に備えてください。で、試験は、えー、っと、来週の火曜日の 一元ででおそらくここと隣の部屋ですまたアナウンスしますので、えー、準備してください。持ち込みかは電卓で問題は、えー、制度金融制度に関する問題がまた多分マルバスとかで出てそして最後計算問題がこの課題でやったみたいな、ね、計算問題が出ます。ということでまた金曜日お会いしましょう。